はい、どうも橋場チャンネルです。ゆうです。今回は以前公式の守備ということでやったんですけど、続きまして守備といえばバッティングということで、今日いろんなバットを持ってきております。でもゆうくんが使う公式用の金属バットをはじめ、よく冬とかに使ってたと思うんですけど、竹バット、はい、あとは普通の BFJ マークの入ってるバットで、これからゆうくん軟式から公式ということで、やっぱり守備と一緒でバッティングもいろいろ変えていかないと難しいかなと思うので、自分もバッティングタイプじゃないんで、簡単なことをちょっと教えてですね、バッティングの方は多分正解はないんで、守備よりも、今日は今の現状を見ていただこうかなと。軟式のバッティングはいいですかね、はい、公式のバッティングから入っていきます。ではやっていきましょう。はい、というわけで今回打っていくのはこちら。まずこちら今話題のバット、2023年から導入されると噂のここの直径のパイが64パイと細くなってますと、現行の今高校生が使ってる67パイの金属バットで、これはゆうくんの私物なんですけど、スカイビーと SSK、 そしてアトムズさんの展示会でご紹介させていただいた竹バット、カラフルな竹バット、これ自分学生にかなりおすすめと、以前動画で購入しました激安木製バットの KT1 と竹バット、そしてこちらもゆうくんの私物、和牛 JB の BFJ マーク入りのバットとなっております。ですので大きく分けると金属、竹、木製、これでやっていきます。まずは最初、これゆうくんの私物の SSK 公式バットスカイビー。じゃあ今の感じを覚えたまま Z ゴーダ MS いきましょう。話題の飛ばない金属バット、多分ゆうくんが3年生の時導入、マイティセレクト飛ばない金属バット、はい、さっきより詰まってる感じがするっていうか、 Z の硬さとは違うなんか硬さがある、はい、音も低い、はい、では今3本の金属バットを打ちましたけど、はい、SSK-ZIP セレクト、はい、ここは今現行のもんなんですけど、これゆうくん使ったのが初めてだと思うんですよ、はい、この飛ばないやつ、はい、これどうでしたか。本当に T でも弾かなくなって、やっぱ硬さをすごい感じました。硬いけど弾かない。硬いけど弾かない。なるほど、なるほど。はい。これ、でもゆうくんが3年生の時に導入されるんじゃないかって話があるんですけど、今回は T だったんですが、はい、飛距離が多分違うんじゃないかって話が結構多いので、もしかしたらゆうくんの世代もこっちになるかもしれない。ちなみにゆうくん、このスカイビートの31K ってやつ、はい、これ使ってますけど、なぜこれを買ったんですか。その音が良かったっていうのと、あとお店に並んでてこう持った時のしっくり感がすごいあって、でやっぱその公式のスカイビート使いたいっていう憧れもあったんで、はいはいはい、打感が良かったっていうのはシダとかを、はい、そうです、シダして、はい、この 31K ってやつ、はい、なるほど、これが一番良かったと、はい、OK です。あと 84cm の 860mm、 竹雄のメリットは折れづらいけど、その分手が痛い、40mm でも練習には持ってこいです。竹は音は気持ちいいけど、距離は木製の方が出るから、ではここで激安メーカー KT1、 これは同じ竹なんですけど、金額が半分ぐらいか、半分以下、これ言うと違いが分かれば、はい、あ、これガチで両目だ、この名刺どっちかいないけど、どっちかいないんだ、これどっちか、こっちの方が木製に近いって言ったら近いの、こっちの方が近い、こっちの方が気がしました。なるほど、どう、よし、
今このアトムズのこの2本はまあ同じシリーズなんで、はい、長さと重さは違うんですけど、今ゆうくん使ったのが赤、はい、84センチの840なんで、そんなに多分めちゃくちゃ重くはないと思う、はい、竹これどうでしたか。ゆうくんが多分あまり使わないスペックの重さだと思うんですけど、結構ヘッドでヘッド効いて、なおかつしっかりこうポイントで打てないと飛んだ感じがしない、うん、練習に最適だなっていう。なるほど、はい、これ自分アトムズの展示会で一つバット職人さんに行ったんですけど、多分高校生とか冬でまだゆうくんとも使うと思うんですけど、はい、絶対こういう黄色とかカラーものの方が売れますよって話をしたんですよ。確かにこの辺もかっこいいけど、やっぱ冬ってなったら高校生打ち込みで使うんで、絶対このピンクとかグリーンとかサックスとかあった方がいいですよって話がしたんですけど、やっぱそうっすよね。やっぱ試合でやっぱこう結構色気使えない分、はい、練習とかでこういう派手なもの使ってれば、うん、モチベーションとかも上がるんじゃないかなっていう。そうっすよね、はい、これまだ入学まであるんで、はい、もしかしたら派手なバットを買うかもしれない、はい、はい、っていう感じです。じゃあこれ色ちょうどいいじゃないですか、はい、これ多分カラー12色くらいあるんですよ、大曽根 KT1。 なのでやっぱ自分もこっちのこういうなんだ、あまりないカラー、うん、こういうのおすすめかなと。まあ竹バットは学生かなり冬いいと思うんで、ぜひ学生の方チェックしてみてくださいっていうので、竹バット終わりましたんで、次は竹ではなくてこっちの木製バット、はい、やっぱり竹は折れづらいんですけど、こっちはその分しっかり飛ぶ、芯がちっちゃいみたいな感じだと思うんで、次は JB と KT1 打っていきます。はい、はい、木製のマーク入りバット、まあ、13,000円くらい、13,000円くらいは竹よりも柔らかいのと、芯食えばしっかり飛ぶんですけど、その分やっぱ折れやすい木製バットですね。はい、ではこのイメージのまま激安バット4,100円か KT1、 これはメープルじゃなくてオーダモン、オーダモン。弾き方がなんかちょっとこう入っていくみたいな。なるほど、はい、柔らかさ感じる。柔らかい感じがします。素晴らしい。ラスト、はい、というわけで最後は木製の2つですね、はい、ゆうくんこの JB を買った理由は何ですか。中学の時に和牛 JB のグローブを使ってて、うん、こうバット出たっていうのをこうネットで見て買うしかないでしょうみたいな感じで、はい、って買ってもらった。なるほど。これ重さとか覚えてる。これ83の900です。あ、結構重いんだね、はい、83短いもん。なるほどね。でこれが84の890、まあ、素材が違うっていうのもありますけど、金額どうですか。激安の KT1、学生とか、うん、まあ、その親にねだっても買ってもらえるぐらいの値段だと、うん、そうですよね、思うんで。ゆうくんも多分知らなかったと思うんですけど、はい、もしこれで結構好きな、まあ、BFG ついてなくても、はい、木製バット練習するときに4000円とか、はい、こっち3000円なんで、それだったら全然多分お父さんお母さんも買ってくれそうっすよね、はい、ただ1万とかなるとやっぱり、そうですね、折ったら木製終わりなんで、はい、まあ最上級生とかだったらいいと思うんですけど、多分ゆうくん1年生とか、はい、冬はこういう安い激安メーカーちょっとぜひ覚えておいてください、はい、KT1 です、はい、っていうので全て打ち比べ行いました、はい、ありがとうございます。はい、というわけで本日はゆうくんの公式のバッティングの映像をご覧いただきました。ここから入学までどこまで成長できるかご期待ください。それでは今日のアシュチャンネルは以上です。よりよっしょ。そして10月のプレゼント企画はこちら、 GS 秋冬ウェアのセットを2名様にプレゼントします。 GS レインボーパーカーと GS スウェットになっております。サイズとカラーを選択できる状態で、パーカーの手首には好きな番号を刺繍できるシステムになっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。ぜひこの秋冬もしっかり乗り切って自主トレにご活用ください。当選者の発表は11月1日の動画で発表いたします。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、 T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。